皆さんこんにちは、キスケです。本日は紫染め使っていくんやけど、紫染めのさ、なんていうの、ベジと極ベジは確定として3枠目、ベジータブルー採用してる人多いんやけど、カモロゼの方がさ今の環境強いんじゃないかなって個人的には思ってて、ちょっとカモロゼ採用して戦っていこうかなって思います。まあ、なんでカマロゼの方が強いかっていうと、まあもちろんベジータブルーにもメリットがあって、落ちバフですよね。一番のメリットってドラゴンボール3つ吐き、味方の余ダメアップ、体力回復、まあこの辺が強いっていうのはめちゃくちゃわかるんやけど、カマロゼの方がさ今の環境強くね。例えば不死身向こう、まあ今の環境多いホープソード石腕、まあ、たまにスーパーウーブとかと当たるかな。まあ、この辺に対して、不死身無効でライジングラッシュ結構安く打てるし、必殺アーツの不利属性無効もあるし、打撃アーツの極出血でドラゴンボール破棄かぶせれる特殊アーツ、この辺相まってベジータブルーよりカマロゼなんじゃないかなって個人的には思うんですよね。まあ、だからちょっと今回はこういう形で、PVP 戦っていこうかなと思います。まあ、Z アビリティがベジータブルーに比べると、例えば悟空ベジータに乗らないんですよね。まあ、その辺はベジータブルーの方が優秀なのかなっていう、ベジータ一族あるんでねあいつとは思うんですが、それ以上にメリットがでかいような気がするんで、ちょっとこれで戦っていきます。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。ツイッターのリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。紫染めお願いします。おーい、紫染めが各有俺も使ってる今おーいは紫染めすごいよ、マジですごい。まあ、最近ね生放送することがちょっと増えてきたんやけど、その2時間まあ平均やってるんですよね生放送。1時間は紫染めと戦ってんじゃないかなっていう、5割ですよ。2分の1がマジで紫染めなんじゃないかなっていうぐらいマジで当たる、えぐい、ほんまにえぐちです、とんでもないよ。でもそれがまた強いんだよな、当然やけどね。ここまで多い理由っていうのが、まあ強いからっていう理由がないと思うんやけど、打撃ないか、射撃ばっかやな、すげえなすげえな、射撃のオンパレードやんけ。まあカマロゼの強いところ、ドラゴンボール破棄とかさ、その辺ちょっとアーツが尽きんの、アーツが尽きないね。はい。やべえな、マジで。よく見てる。あー、全然あかんな。頑張ろう。打撃アーツしかないのちょっと辛いっすね。これ多分雷軸溜まってんだよな。でカマロゼ火力高いんでね、めちゃくちゃその辺もやばいと思うんだよな。これキャラチェンしてくんのかな、してこなさそうよねこれ。はい、ライジング溜まってたらデメリットすぎるもんな。でこれカマロゼで打撃圧を引いてちょんちょんと、はい、ドラゴンボール破棄ならず、射撃しっかりしてんな。カマロゼ残そう、せっかくなんでね。できれば悟空ベジにライジング当てたいところやけど、悟空ベジータにライジング読まれたらマジで体力満タンになって復活してくるからな。どんどん試合が経過することに超つれえわ。びっくりマーク、これ回避でアド取るか。はい、必殺アーツで突っ込むこともできたけど、まあアーツ打ち込んだ方が得でしょう
あぶねえ。避けてる。あ、ミスった。いやーこれ救急ガーツかまらず死ぬかな。で射撃多くね、オタク。射撃多すぎやろ。これはさすがに死んだな。ライジングたまりそうっすね。勝ちたい。 OK、 ここで勝たんと厳しかったな。これさ勘違いして出てこうへんかな。あーうめえ。うめえ。極ウェジ落とせればなんだってできるぞ。なんだってできるよ、まあ、ベジータの特殊圧って特殊カバじゃ向こうついてるんで。ね、まあ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  OK。 ほら嬉しい。つれー、やっぱつれーわ。はい、体力満タンです。これやばすぎやろ。再生キャラクターより再生してんぞ。魔人ブーより魔人ブーしてるな。うん、ライジング溜まってないとは思うけどな。はい OK、 勝ち。どうした。さあ対戦やっていきましょう。 JT パーティーお願いします。スーパーウーブいるね。まあホープソードと戦いたかったけど、まあ今の環境スーパーウーブちょこちょこ見るしな。だからそういう相手に対しても不死身向こうのライジングで飛ばせるっていうのはめちゃくちゃ強いことなんで、超利点だと思いますよ僕は。次ぐらい違う。次、ああなるほどね。ミスター、はいはい、よろしく。マニシング回復、体力回復しすぎやろマジで。強っ。つえー、なんだこいつ、なんだこいつ。はい、そっちか、ちゃんと見てるね。これしんどいと思うよ。出てくる、出てくる。じゃあかまらずでドラゴンボール破棄できれば美味しい。はい、ダメか。もう一丁破壊。はい、ダメか。もう一丁。はい、ダメか。しょんぼり。ナイス。これは美味しい。これね。ここ。ここでライジングいけるの強いよな。マジで。なんでベジータブルーなんやろね。落ち葉風はもちろん優秀なのは分かってるし、ベジータブルーのメリットっていうのは計り知れないとは思うんやけど、カマロゼを紫染めに採用してる人ってほぼ見なくて、まあ、当たるには当たるんですよもちろん、ただほぼ見なくて、なんでなんやろなって思ってんだよな。もっと多くてもいいと思うんだよな。めちゃくちゃ紫染めに当たるとは言ったものの、ベジータブルーにしてる人がほとんど。時点で合体ザマスとか。うん。はい。あばよ、不死身向こうだ。つえー。かまろぜ、つえー。ボール破壊してくれればもっと強いんやけどな。はい。うまい。
あ、まだ回ってなかったんか。まあいっか、これベジットに交代してコンボつながるんで、はい、勝ちやね。あざした、強い。カマロゼが、はい、マッチングしました。紫すげえよな、ほんまによう当たるわ、ほんまに強い。やっぱりベジータブルーなんだよな。まあ、カマロゼの強さを見せて新しい可能性をこの方に教えしてあげようかな。あ、ダメみたいですねダメみたいですね。はい、はい、ほれほれ、どうした海賊、痛すぎ、打撃か。うん、打撃圧多いね。そういう時に打撃かばちんは刺さるんだよな。はい、これは時間稼ぐ。よくない。ライジングはは早いわ、早いな最近ほんまに。いや、それかもう悟空ベジータのコンボ力がすごすぎて早く見えるだけなんかな。どっちなんやろ。めっちゃ早いわこれ。ワンチャンさ、共闘のさ、ドラゴンボール付与率ついてんじゃねってバグで、そう思うぐらいすごいよライジングの速度。ワンコンやもんね。強い、それ後付けあるよ。いやー、出てくるか。まあ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 、最速。オッケーオッケー。まあしょうがないな、ベジータブルーか。まあ気兼ねなくライジングの壁役として出せるっていう手も強いよな。まあだからがっつりとゴリ攻めしたいっていう人はカマロゼ結構向いてるんじゃないか。ドラゴンボール破壊しつつ特殊でかぶせつつみたいな動きもできるんで。ゆう、落とせるこれ。どう、落とせればでかい。うわ強っ、マジで強いな。 OK 勝ちてー。あ、跳ね返ったー。いやー、まあ跳ね返ってなくても勝ててないなこれは。一騎打ちですか。まあでもベジット落としてくれたのはマジででかい。いや死なないと思うんだよな。もう引いたでしょ多分。はい、焦ってんね。おい、マネシングなんやろ。おい、へへへ、はい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 、体力満タンになるだこれこのやり合いやばいやろ。削って体力回復して、削って体力回復して、マジ辛いんやけど。はい、あ、来ないか。いやーボール来ねえ。あ、来てるわ。よしよし、ゴチ。いやー結構苦しかったな。はい、皆さんお疲れ様でした。本日は紫染めに、カマロゼ採用して使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあだいぶ良かったんじゃないですか。うん、不死身をしっかりとね向こうで突破することもできたし、やっぱり極出血でじわじわ減らすっていうのも今の環境結構大事だと思ってるんで、ワンチャン普通にねベジータブルーよりカマロゼの方が優秀なんじゃねって思うんやけど、まあその辺は、うん、人それぞれっていう感じなのかな。ただまあ紫染め使ってる人はカマロゼ採用するっていうのもなかなかありなんじゃないかなって思います。よければチャンネル登録と
高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。